ールドスキンフォレバーフリットグロウの1日目です。1日目なんで、日焼け止めしか下地には使っていません。で、ブラシでつけていってます。このブラシもね、シグラムのブラシなんでも全然別に高いブラシではないです。顔全体としては、だいたい2プッシュ使ってるか使ってないかくらいだと思います。ちょっと小出しにね、出してってるんで、何回も何回も撮ってるみたいに見えてますけれども、伸びがかなりいいので、2プッシュでも多いかもしれないです。一度に、ね、たくさんつけてしまうよりも、薄いベールを、必要なところに重ねてあげることの方が綺麗に見えると思います。はい、つけ終わりました。やっぱりツヤはだいぶありますね。でもプライマーなしでもすごく綺麗についてるなっていう感覚はあります。毛穴とかもね、しっかり、カバーしてくれてる感じがしますので、では、フルメイクアップして戻ってまいります。はい、戻ってまいりました。今日はトム・フォードの、ハニモンを使った、アイメイクをしています。で、シャネルの、ボーイを使ってますね。さすがっすね。パウダーもね、特に、デコルテのパウダーとかも使って、コスメデコルテのパウダー使ったりもしてたんですけれども、今日は、シーグラムのチープなやつ使ってます。で、チークはね、ナウズのチークを使って。さすがっすよね、でもね。やっぱり、ディオールは本当にコンプレクションプロダクトで、ファンデーションとか、コンシーラーとかが、すごく長けてると思います。私の、人生で一番好きな、ファンデーションが、なんだっけ、バックステージのボディ&フェイス、ファンデーションなんで、なんか正式名称かな、わかんないけど。なんで、そうですね、本当に、で、コンシーラーも、ディオールのコンシーラー好きで、今日はね、ナーズのコンシーラー使ってます。なんで、さすが、綺麗。でもね、今日は、在宅ワークなんで、家にいて、で、エアコンもつけないようにしようかなと思っていますので、このグローというのがどれぐらいグローになるのか、オイリー肌の私に、っていうのを、試していきたいなと思いますので、仕事終わりに、もう一回、帰ってまいります。では、バイバイ。はい、今、6時ですね。こんな感じです。テカってないとは言わんさっていう感じだけど、どうなんだろう。でもなんかツヤぐらいで収まってんのかな、これは。他人から見てね。で、素晴らしいことに、ほうれい線とかに入り込んでないとか、あと鼻ね、このいつもこのここのところがこう崩れてくるんですけど、そこが崩れていないっていうのがすごいなと思います。あと額のね、シワにも入り込んでません。この感じ、毛穴落ちとかもしてないですし、これで下地なしですからね、素晴らしい。ということで、今度はじゃあその下地入れて、全部私の普通の普段のルーティンの中に加えて、どんな感じになるのかっていうことが、楽しみです。2日目なんでね、私のいつものルーティンでやっていきます。今回はシャロット・テリーベリーのパウダーと、で、シグラムの下地。で、キャンメイクの、これはアイシャドウベースなんですけれども、鼻に使ってます。で、シャロット・テリーベリーのコントゥアですね。しっかりぼかしていきますが、これね、結構濃く乗ってるように見えていると思います。で、
ぼかして言ってても、一旦は部族チックになりますけれども、大丈夫です。なぜか自然に仕上がってくれます。で、鼻筋と目の下。鼻筋は、シグラムのコンシーラー使って、で、目の下はディオールのコンシーラー使ってます。で、このコンシーラーの広げ方もね、逆三角のように広げてます。で、今回使ったブラシは、ダイソーの、ちょっと話題になってるブラシかな。で、使ってますけれども、私これ別にそんなに好きじゃないですね。言うほど。はい。で、やっと本題のファンデーションを塗っていきます。一旦パレットに出してから筆に、ね、しっかり全体に含ませるようにしてあげると、よりナチュラルな仕上がりになりますので、おすすめしています。はい。こんな感じで、ね、今さっきの部族からは考えられないぐらい、自然になりました。で、コスメデコルテのパウダーですね。で、T ゾーンとか、目のあたりは筆でつけていきますが、それ以外のところはパフでつけていっています。はい、戻ってきました。フルメイクして、今日はちょっとクールトーンな感じに仕上げましたが、うん。うん、うん、うん、バッチリと思います。自分のスタンダードでは。はい。というわけで、今日も、相変わらず在宅なので、家で過ごしますけれども、今日は雨だからそこまで暑くないかな。うん。でも、どれぐらい、ね、テカリが出てくるかっていうことを、もうね、昨日は、下地も何もなしで行きましたけれども、今日はもう、ね、フルメイクアップでガツッとやってるんで、よりいい結果になるんじゃないのかなって思っています。それではまた後で。はい、2日目ですねの、今6時半ぐらいかな。ね、今日はもう自分のルーティーンでバッチリやってるんで、本当に綺麗です、ね、自分の顔がじゃなくてね崩れもないし、うん、そうですね、鼻とかも全然崩れてないし、ほうれい線にも入り込んでないし、うん、これはかなり、おすすめかなと思います。Woo-hoo!